こんにちは、池ちゃんです。東京にあるこちらの池セカンドハウス、契約8ヶ月目にしてなんと解約が決まってしまいました。多分皆さんお察しの通り、こんなに家いらん、東京に2つと、あと秋田の東成瀬村に古民家新築4つ。しかも私さ、メインチャンネルの動画で分かる通り移動がめちゃくちゃ多いじゃないですか。旅行が好きなので、この家来ないから解約という至極真っ当な理由です。なのでこの家を使うのはもう最後かなと思い、この家で最後の晩餐をすべく今日は動画を撮っています。久しぶりの自宅 Uber Eats 会。この家は玄関も綺麗だし、新築の香りがしてすごく良かったんですよね。趣味のシーシャも楽しめるし、いろんな食器を集めちゃったりとか、このブックタワーもお気に入りだったし、好きな家具を置いたりして、それなりに楽しくやっていたのに、引っ越しの時が来てしまいました。いざ引っ越しが決まると少し寂しい。この家に引っ越したら動画投稿めちゃくちゃ頑張るんだと思ってたんですけど、やっぱり移動の多さがネックでしたね。この家は2月に契約したんですけど、4月から2拠点生活が決定、それによってここに来るタイミングが激減しましたね。で、先月で言えばこの家に来た回数1回、先々月で言えばまあよくて2回、なのに家賃13万、高くない？予算の都合で解約になってしまいました。悲しい。それでこの家、あまり YouTube で映せなかったので、こんな家があったんだよっていうのを動画に残しておきたいなと思って動画を撮っています。もうこの家映ることないので、皆さんの記憶に焼き付けてくれたら嬉しいです。おしゃれだよね。ちょこちょこ可愛いよね、女の子の部屋みたいで。もう水が止まっているので Uber Eats を注文します。ちょっと注文久しぶりかも。昔はさ、 YouTuber といえば Uber Eats 企画って感じだったよね。私もなんか食べる系の YouTuber の動画見るのすごい好きで、一時期すごい見てたな。どうしよう、かなり迷う。 Uber Eats ってさ、ケーキも注文できるんだって。ワンホールのスペシャルショートケーキとかある。こんなん注文できるの？めっちゃお菓子あるじゃん、どうしよう。いやでもデザートよりはがっつり食べたいよね。やっぱ中華好きだから中華にしようかな。無難に大阪王将とか。オムライスとかあるよ、期間限定だって。うわ、期間限定注文したくなる。期間限定の中華屋さんのオムライス、これちょっと行きたいな。これだけじゃないですよ。サイドで、じゃあやっぱ餃子で、ドトールで飲み物も注文しましょう。アイスロイヤルミルクティー、まあこんなもんでしょう。10分ほどで来るので10分間待ちます。あー、この家も最後か。全然使わなかったな、マジで。もったいな。しかも基本家って2年契約じゃないですか。で、私の場合1年未満で解約をしているので、この場合って違約金がかかるんですよ、家賃の2ヶ月分なので。30万くらい、高くない？この家に引っ越してくる時は必要なものはタクシーで運んで引っ越ししました。なのでそこはあんまりかからなかったんだけど、やっぱガス水道電気かかってますし、コスパ悪い。レンタルスペース借りてる方が全然安い。私はね、この家で勉強したりとか、一人の時間を楽しもうと思ったんですよ。好みのインテリア置いたりとか。ここだったらベッド置かなくていいから、自分の好きな空間を作れるって思ったんだけど、今回は引っ越しということで、こちらにあるこの家具類すべて私が住んでいる東成瀬村に移動したいと思います。やっと届いた。じゃん、アイスロイヤルミルクティー。こぼれないようにラップがかかってます。大阪王将。じゃんじゃん。待て、箸がない。箸を入れ忘れた。 Uber Eats って自動でカトラリーついてくるわけじゃなくて、カトラリーを使うみたいなとこにチェックしないといけないじゃないですか。それ忘れちゃった。やばい、うますごすぎる。期間限定オムライスと王道の餃子。最後の晩餐といきますか。いただきます。オムライスにザーサイが乗ってる。やっぱ洋食と中華の中間だね。うん、うまい。ちょっと米が固めのチキンライスにトロトロの卵がかかってます。やっぱり中華屋さんだから、中に入ってるのがベーコンじゃなくてチャーシュー、ちょっと中華っぽさのあるオムライスです。うん、美味しい。それで今回なんですけど、この家を契約すると大体私は月13万くらい浮くんですよ。このお金を何に使おうかなと思ったところ、東京で駐車場を借りるの一個ありなんじゃないかなと思ってます。私今自分の定番が東成瀬村にあるんだけど、今度仕事で青森に行くので、そのついでに青森から東京まで帰ってくる時に秋田の車を回収して、で片道大体560キロなんですけど、それを自分で運転して帰ってこようかなと思ってます。
東京に。その自分の車を使ってこの家にあるものを全部軽バンに乗せて、また東成瀬村に行って、で引っ越しを完了します。その後片道その560キロの道のりが嫌じゃなければ、その軽バンでさらに東成瀬から東京に帰ってきて、でそのまま東京に置いておきたいなと思ってます、自分の車を。そうするといいことがあって、東京から村まで行って片道7時間ぐらいかかるんですよ。車で行っても片道7時間ぐらいです。さらにお金の問題、電車、新幹線、バスを乗り継いでいくと村まで往復4万円かかります。車で移動すると往復2万円ぐらいです、高速代とガソリン代で。ってなると車の方が安いで、さらに私が住んでいるところの近くの駐車場を調べたんですけど、月決めでだいたい3、4万ぐらいでした。駐車場代も入れると車の方が高くなるんだけど、東京で暇な時に夜ドライブができるじゃないですか。それから私が住んでいるところから西東京だったり、ちょっと埼玉の方だったり茨城の方だったり行くのが電車だと大変なんですけど、車だったら気軽にブーンって行けるじゃないですか。それもいいかなと思ってます。あとは大きめの買い物する時とかね、東京に住んでると静岡の御殿場アウトレットとかちょっと行くの大変なんですよ。それとかも車でドライブがてら行けたら楽しいかなと思ってます。なのでこの家を解約して駐車場を借りるのはありなんじゃないかなっていう感じです。でもさ、毎月往復約1120キロ、運転したくないよな。したくないんだけど、結構ね新幹線に乗るのも大変なんですよ。新幹線までだったらいいんだけど、最寄りから私の村まではバスなんですけど、そのバスが1日3本くらいしかない。で新幹線で来るとするともう乗れるのが最終のこの便だけ、1日1本、それをめがけて新幹線とか全て調整しなきゃいけないんですよ。そうすると待ち時間が長かったりとか結構イライラすることが多いんですね。なのでなんかもう好きなタイミングで思いついた時にパッと村に自分さえ頑張ったら行けるっていうのがいいかなと思って車を持ってくる予定です。まあだるかったら村に置きっぱなしにするけど、村に行くまでが大変するって車の方が全然いい。あと運転も上手くなるしね。ただ問題はそんな長距離移動をすると思わなくて、ハイゼットカーゴっていう乗り心地がそんなに良くない、ただ資材を運ぶのに適しただけの軽バンを選んでしまったこと。でも移動中にサブチャンネルとかさ、なんか別の動画撮ったりもできるし、なかなかいい案なんじゃないかなと私的には思ってます。最近車の運転慣れてきてだいぶ楽しくなってきました。あと私は結構いろんな県でレンタカー借りているので、いろんな車種運転してだいぶあこんなもんかってなってきました。まあオートマ限定なのでそんなに運転複雑じゃないんだけどね、そもそも。とにかくこの家を借りているのが無駄だった。無駄だというセカンドハウスっていう夢を一回叶えてみたかった。もういらん。家が何個かあると、口座引き落としにしてない分の支払い用紙、紙が家に送られてくるんですけど、なんかね、もう何払ったか分かんなくなる。支払い多すぎて。ここを解約して駐車場を借りたとしても、まだ予算に余りがあるので、なんか車をカスタムしたりとか、それこそ古民家の作業するために電動工具いろいろ揃えたりしたいなと思います。最近丸の子だけ買ったんですけど、グラインダーとか、インパクトもまだ揃えてないし、欲しいものがたくさんあるので、の買うお金に回して無駄だったここの予算は削りたいと思います。なんかもう気に入ってたんだけどな。結構この家のいいところが近くにマンモス大学があるんですよ、私立で。そうするといろんな人が利用する駅だから、マックとかスタバとかドトールとか、とにかくいろんな飲食店が揃ってて食べるところも困らないんですよ。学生の街は快適ですよね。私が前に住んでいた家もまた別のマンモス大学の近くにあって、やっぱり大学生ぐらいの人がすごく多かったです。でもなんか結構治安のいい大学だったので、全然騒がしいわけでもなくすごい快適でした。あとここに住んでて思ったのが、一級建築士試験もですけど、ちょっとした試験って大学でやるんですよ。大学の土日、休校の日とか。なので夕方頃この辺を歩いていたら、その問題を持った大人だったり大学生だったりゾロゾロと歩いてきて、うわ難しかったとかいろいろ言ってて、あーみんな頑張ってんだなみたいな、そこでちょっとやる気をもらえるみたいなのも結構良かったです。そんな気持ちになれる街でした。餃子、めっちゃうまい。なんかニラとニンニクが効いてる。で今度引っ越しの動画が上がると思うんですけど、まあ自分で引っ越しをしようと思った理由が、この家シングルベッド置いてないんですよ。ベッドと洗濯機がないから、まあ重いものといえば冷蔵庫くらい、これだったら自分で頑張っちゃおうかなと。あといろんなところの引っ越し業者がだいたい300キロまで対応だったんですよ。で私のところは560キロ離れているから、もう長距離引っ越しの扱いになっちゃって割高なんですよ。そうすると
もう全部家具を捨てて、で新しく買い直した方がむしろ安いみたいな。リサイクルショップでもいいけど。でも私冷蔵庫もさ数回しか使ってないの。また古民家の方で冷蔵庫これ使いたいなと思ってるから買い直すの嫌じゃん。で長距離引っ越し調べたら20万くらいだったんですよ、見積もりが。高くない？単身ベッド洗濯機なしだよ。ソファーも軽いし。冷蔵庫調べたら29キロでした。29キロだったら自分で運べなくもない、台車買ったら余裕ということで、セルフ引っ越しをしたいなと思ってます。無謀かな、2日ぐらいかけて引っ越しですかね。なんかもう長距離引っ越しいっぱい見積もりを取ったりとかしたんですけど、もう自分でやった方が気持ちいいと思っちゃった。あと見積もりをホームページから入力するんですよ。家財これ何やりますよとか、ここからここに移動しますとか入力して送信するじゃないですか。そしたらね、電話番号に電話がめっちゃかかってくるんですよ、引っ越し業者から。スマホで YouTube 見てるのに電話が鳴ってめっちゃ嫌じゃないですか、うざくなっちゃって。それでもう全て着氷、全て自分で運ぶっていう。電話かかってくると思わないよ。なんかシミュレーションしただけだったのに、メールで完結すると思ったらしませんでした。辛い。ラス1。うん。ああ、もっと使いたかったな、この家。でも、場所が変わるだけで、正直ここただの白い背景じゃないですか。これ別に村の新築でもあるし、このインテリアそのまんま村に持っていくから、同じ背景作れるんじゃないかな。この部屋の雰囲気とても気に入っていたので、そのまま村に移動したいと思います。あと、この家が Wi-Fi がもともとついてる物件だったんですけど、ここで YouTube ライブしたら、すごい配信が途切れるんですよ。なので、なんかあんまり使わなくなっちゃったかな。それも一個あるかも。いや、でも理由としてはほんとそのくらいで、突然私が、あ、駐車場欲しい、どうしようお金ないかもって思ったタイミングで、あ、この家解約しちゃえばいいじゃんって発想に至って、もうスピード解約なので。てか、それでドライブに行けるようになると、メインチャンネルめちゃくちゃ動画投稿できるんだけど、車で日本一周とか結構いろんなチャンネルで動画出てるじゃないですか。あんな感じのやつとか私のチャンネルでも見たいですか。私 YouTube 5年やってていろんなところに観光に行ってるので、マジでいろんな県どこでも詳しくて、旅行に行く前に私もうめちゃくちゃ調べるんですよ。その場所の情報だったり観光地の情報、食べ物の情報、文化の情報、調べ尽くしすぎてなんかめっちゃ詳しく説明できる気がするから、東北だけとかでも観光しながらドライブみたいな動画とか見たいですかね。私まだ車で首都高速走ってないので、そこ走りたいなっていうのと、まあ秋田まで運転してみたいなっていうのと、あとドライブスルー使ったことないんですよ。田舎の方に行くとちょこちょこあるじゃないですか。あのドライブスルーとかも今後人生初めて使ってみたいなと思っています。マジ車をゲットしてからやれることが増えた。糸魚川自動車学校ほんまにありがとう。私を卒業させてくれて本当にありがとうございます。そのままペーパードライバーになる人も結構いるけど、私の場合は必要に駆られて免許を取ったのでめちゃくちゃ運転してます。私が免許を取るまでの動画を見たい人はこちらの動画を見てください。私が免許を取るまでの奇跡が見れます。私自動車学校で一番よく言われてたのが目視が足りない、特に車線変更するときすごい言われてたんだけど、確かにね、自分で運転していて、あ、自分で目視が足りないんだなって思うこと何回かありました。さすがに高速道路の本線合流とかでは気にしすぎてるから大丈夫なんだけど、普通に運転しててここまっすぐじゃなくて右だとか思った時にちょっと急いで移動するじゃないですか。目視してるんだけど目視が足りなくて、その隣にいる人にちょっと今の危ないよって言われたりとかして、なんか自分で行けると思ってても、なんか私ってやっぱちょっと目視が足りないのかなって思ったりしたので、自動車学校ってやっぱ厳しくあるべきなんだなって最近思いました。あとやっぱり隣に YouTuber の子とかアイドルの子とかそういう友達乗せてる時怖い、自分一人の時よりも。けど私は最近ドライブが趣味になってきているので、これからも車ライフを楽しみたいと思います。次夢の契約しようかな、なんとか調整しながらやっていきたいと思います。もう次は引っ越しだけど、伊勢セカンドハウスありがとう。まだ新築の香りがする。お疲れ様でした。また次の動画で会いましょう。バイバイ。